こんばんは。山田玲治です。お元気ですか今日はですね、進撃の巨人まだやります。すいません。申し訳ないです。世の中的には新ウルトラマンなんでしょうが、そちらもですね、ヤングサンデーでやるということに決定しましたので、そちらちょっと待ってもらいましてですね、今日はですね、前回言い残した結構重要な話を えー、やりりたいい、と思っておりますはいえー、そしてですね、えー、出ておりますけど「ショーシャンクの空」にテレビでやるらしいんでねこれをね、えー、同じ壁を越えるというテーマなので今日はメインで、えー、壁についての話をですね <laughs> 山手レジのヤングさんでスタート。 こんな世界に光があると思うか空手に避けてそれじゃあそのピッチャースじゃベイベイケー「タララタラ夢から覚めた消える声が浮き溺れて折れた心に絶望の果て」

山田雷神、ヤングサベイ。山田雷神、ヤングサベイ,イ,イ。はい、イスイスということでやってまいりました。毎度おなじみご機嫌の番組山田雷神ヤングサベイの時間でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい。いや先週のねえー、久しぶりの公開生放送観覧の方もいっぱい来てくれましてありがとうございました。ありがとうございました。 いやこういうのね何回もねもうコロナ開けたんで開けてないかもしんないけどちょっともうねできる限りねみんなと会いに行こうかなと嬉しかったな嬉しかったなあ久しぶりにしうん、本当に会いに行かないとねそうですねちちゃんもね、ょああ俺はテレビの人になったわけじゃないですよはい そうでレイさんなんか地上波しれっと出てましたねしれっと出まして見ていただいた人ありがとうございます本当にあの、宮下さんもありがとうございます宮下さんありがとうございますなんか俺ハライチめちゃめちゃ押してたじゃんヤンさんで押してましたからね俺岩井さんいいよね俺の方がハライチ好きですから えそういう自慢？<laughs> そういう戦い？いや岩井すごいって M1 の岩井すごいね楽しかった。笹辺もすごいね。笹辺もすごい。でこの話する？<laughs> いやいやうそういう会じゃないんですけど。<laughs> いやそのなんか岩井さんちょっと認めてくれたらしくてね、半沢、うん、さんも認めてくれたらしくて嬉しかったですね。はいはい,やいやはい。はいはい、もう呼ばれるかすぐ出ちゃうんだよれいさん。<laughs> はい誰とでも寝まーす。<laughs> <laughs> ダメな女だな。暑い。あベルトルト。ゲットきましたか、ベルトルトくずえ。暑い暑かったですね。はいはいありがとうございます。楽しま先週間に合わなかったんでね、今週これで出ましょうということで。はい新規の巨人。最後の解説が先週だったんですけれども、まあまだね我々の意見とかもねありまして、ちょっと言い残しも。だってさ、なんで13年で死ぬのかって分かったんでしょ。俺は分かってますよ。すごいよそれ。俺と伊くんしか多分。 え、ないそれ連絡取り合ってんのてない連絡取り合ってないよ。えー、そうなの、うん、はい。そういう話をね、ちゃんとしなきゃいけないなと思ったのと、ね、あとね、俺すげえ大事なことを本,本番中に喋ってなかったんで。え、またそ, <laughs> そうです。ちょっと忘れてたんで。あと今日はなんかシミちゃんが。はい。はい、すごいシリアスな感想があるらしい。そうなんですよ。松本公認がね。はい、よろしくお願いします。はい。 頑張ります <laughs> あ。いつもと、いつもと症状が違うし、しし決意が固い。で、まあ、はい、我々だけずっとね、進撃の巨人、男ばっかりで、まあ、男の子の漫画ちゃそうかもしれないですけど、やってきたんで、じゃここで。 女性のね今日は目型の巨人が目型でもないし巨人目型が来るぞみんな待ってるよちょっと後でね進撃の時にお呼びしたいなと思ってしかも結構久しぶりのねまあ本当ですね俺もコロナ禍で全然連絡取ってなくては可愛い子ちゃんが来てくれますよ可愛い子ちゃん昭和のさ可愛い子ちゃんってなんかもうすごい言葉ということでやめねえかんな昭和スタイルやめねえかんな そうなんですけどまず今日は壁をテーマにしてまあ壁でしたねなんですけど今日壁をテーマに話しますやるんですけれどもこの映画がなんと金曜ロードショーで公開されるということでやりましょうトレイさんいや本当にハラスメントだぜお前んでお前これ見ろってなんで今日今から『ショーシャンク』の空にの話をしまするんで シショーャンクとおいいなんですけどまあ俺がよく行くね茅ヶ崎のバーみかんっていうところで結構いろんなねサブカル好きがやっぱ集まるんですよねマスターの原田さんがサブカル好きなので好きな映画何みたいなさ初対面のお客さんとかもそういう話するんですけど。 あるとき一番無難な答えなんだろうと。あ、俺見たことありますよ。はいはいはい。そう一番無難なその好きな映画何って言われたときにめっちゃマニアックなさなんかこと言うと引かれるし。タルゴフスキーとか言っちゃだめだからね。すごいバカみたいなさこと言うと、ポップなやつ。あバカだこいつ全然映画知らないなと。はい。っていうので最適解がこれなんじゃないかと。 あ、これ言ったら恥ずかしくないショーシャンクの空にを見て。普通に好きなの言おうよ。まあ、これが安全ってことですかデートの時に聞かれたら。ショーシャンクのもまあ、いろいろ見たけど、やっぱりショーシャンクの空にかな。みたいな、これが一番いいんじゃないかというね。誰とでも仲良くなれるんじゃないか。まあ、バックトゥ・ザ・ユーザーとかもそうなんだけど、結構使い古されてる。ショーシャンクの空に。いいじゃないまあ、いいとこ行ってますね。この映画ね、94年。年くら年くらですよ。 さん何回も見てますよね僕高校時代から結構何回か何回も見てますねこの映画はで俺も結構見てますい。すみちゃんも見てるはい僕2回目ですあ目。2回目はい。僕のさん見てましたいや俺もまあ34今回でだから4回目とかかなうんそんぐらいですね久ぜほどは見てないですよあそううんうん僕10回以上は見てますうんい毎回泣くのい毎回泣かないけど毎回こうんかこう 頑張ろうっていう気持ちになるよね。め <laughs> めっっちちゃゃいいいいやそうよ <laughs> で今日まあちょっとまあね今更ですが、えー、ちょっとネタバレありでちょっと話したいとは思うんですけどああ結局これ脱獄の話じゃないですか。そうですねそれで頭に残ってるシーンはやっぱさっき久世がねベルトロートでやってましたけどあのポーズ、はい、これこれ,これですよねだこれのカタロシスをすごい思い,思い出してみんな大体このイメージがこう、はい、あるんですけど見直すと。見直すと いや、各ブロック出来が非常にいいですよちちめちゃくちゃ良かったんですよ。めちゃくちゃ良い,いんだよ。<laughs> めっちゃ長いのに。飽きない。すんごい引き込まれちゃうんですよね。静かな演技が。そう。うん、演技力みんな半端ない。いや、本当にそう。 でまあフリーマンがね、非常にフリーマンですよ。まだ若い頃のフリーマンですね。そうなんや。だっていやだってもう二十何年前やもんね。そうそう。だっそのおじいちゃんのイメージあるじゃん。グリーンマイルのイメージがあるんですけど、実はグリーンマイルもこの監督じゃなかったかな。そうです。フランク・ドラボン先生。ミストもそうなんですよね。だからまあそのこのシリーズまあスティーブン・キングをやっていくっていうまあ監督っていうかね、まあそのそういう感じ。 でしたねちょっとだからねスティーブンキングの、うん、ショシのこれあれです,ですショーシャンクの空にはもともと原作がスティーブンキングのあの刑務所のリタヘイバスっていう何ペーサかなそんなに長くない中編ぐらいです中編ぐらいのやつ、うん、えじゃドライブマイカーみたいな方式だったってことこれその通りだけどでもそんなにテイクはいてはいないけどえ中心になるあのフリーマンが中心になるっていうのを、うん 的確に捕まえた監督がちゃんと的確に捕まえて<ー>、えー、すごいうまく作ってるそれで、えー、なんか、まあ、話によるとスティーブ・キング、うん、ものすごい認めてるらしくてこの監督のことこの監督ですねフランク・ダラボン監督ていうか監督,監督脚本。で結構前にこの作品の映画化権を買ってうん、うん、で何年もかかって、うん、そこに、まあ、その現実に実際にでなんか主演も結構トム・クルーズとかたた やろうかみたいな話もあったらしいですよだけど、まあ良かったんじゃないですかティム・ロビンス、非常に良かったですねっちょっキャンルだとカッコつけすぎちゃいますもんねそうねティム・ロビンスの、ね、なんていうんだろうないいですよね、後世年間とあのね、無口で知的な感じ、うん、で、抑えた感情みたいなの、すごいこう、うん、眼鏡も似合いますしねそうだねうんうんうん、うん、まあ、だから、まあ、なんていうの、えー、冤罪の、冤罪で捕まったインテリの話ですよね そうですすねね銀行家なんででよこれポイントがこの「刑務所のリタ・ヘイワース」っていうタイトルにまあこの作品実はの部分がありますよねだから女優さんのポスターで隠していたっていうあの話がまこの作品のメインのテーマだっていうことがタイトルで描かれているので何かって話ですねねこそこが俺たちの気持ちをもがっつりつかんでいる。その まあ、なんつうの、一番大事なところなんじゃないかなと思いますね。うん、このフランクダラボン監督、あの、<laughs> ダラボン監督なんですけど。ダラボンさんね。はい、なんか、ハンガリー動乱の時に、ほ<う>ええー、ハンガリーから、まあ、国外脱出した漁師から生まれてるらしくて、<ー>そもそも、生まれが脱出から始まってる。うん、<ー>っていうね。で、あんまり、その数取らない。 ですけどね。うん、まあでも何て言うのかな、スター・ウォーズのエピソード2の時に、うん、あのルーカスが意見聞きにいってるらしいですよ。うん、そう,うこ,これはでも実際うんなんかそんな読んだことがありますそんな話を、うんえー。だからまあすごく信用されてる。あとはまあ現場が非常に緊張感があったっていうのもき聞きましたね。<laughs> うん。だからまあ現場に緊張感ってそのショーシャンクの現場ってこと。ショーシャンクの時はすごい現場に緊張感があった、えー、ということ。 そんな感じでうだうだやってるとすぐ時間が過ぎてしまって進撃の話ができなくなるのでまた来週ちょっと。あの映画って大体 A パート B パート C パートに分かれてるんですけど今回の作品は、D、パートがありますね ABC 終わった後に D パートでこの D パートがすごくこう印象に残っているという感じそうですね。でまあ A パート「例のごとく浮気現場」から始まりますよね。 ほいで、えー、外に止めた車で、家の外に止めた車で拳銃を、えー、見つめながら、弾を込めたり、込めなかったりしながら、なんつうお酒を飲んでいる、えー、主人公、うん、ディム・ロビンスが、っていうところから始まるっていうことで、うんうん、で、そこで、まあ、えー、奥さんが浮気をしていて、それを殺してしまうというね。 ド「マイブ前カー」ではやらなかった展開そして終身刑になってしまうと 2>,、うん、2人とも打ち殺したんで終身刑2回食らうんですよ、ねうん、だから絶対出れませんよっていうところから始まるとで地獄の刑務所暮らしが始まりますっつってでまあ定番のね刑務所きついよなっていう描写がずっと淡々と入るんですけど。 バキでもありました。お前ね、誰に、これお前ね、誰にでもバキの話するのやめてくんな。お前、今週も、お前、お前古典に来てくれたお前さ、ヤンサンファミリーにさ、いきなりバキ見てるって。何それ。本当バキ読んでる人、少なくない。バキ外交。やっぱ、ちょっとちらして。バキ外交。バキに繋がろうとするから、やめてほしいわ。本当に俺が知らないっつうのに。 そう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 。レッドがね。レッドというモーガンフリーマン、演じるレッドという、まあ、この方がね。うん、何でも手に入れてやるぞっていう刑務所の、まあ、運び屋なんですよね。うん、で、この人に、ハンマー、ちっちゃいハンマーを頼むところから、二人の関係が始まっていくっていう話ですね。はい。で、まあ、最初からひどい目にいっぱい合うんですが、うんえー。でね、この人地質学やってるのね。趣味なんですよね。 この方ね。ティブロビースで最初は石を削ってチェスの駒を作りたいみたいな感じで始まるんだけど、うん、実はこのハンマーが後にっていう話でこんなね、はい、こんなピッケルっていうかうん。うん、でこれで壁を穴開けて逃げようと思ったら20年かかるぜって言ったんだっけどな違ったっけ300年,300年かかるぜって言われるのかな、うんうん、そしたらまあ20年で脱出したっていう話なんですね音色はね。 そういう話なんですけど、あの意外とそのシンプルなようでいちいち深い。で、これ知ってますか？あの最初のうちこのティムズロビンスはまるであの友達っていうか周りの人に心開かないですよね。うん、はい。何にも喋らないですよね。何にも喋らないし。うん、何にも喋れま止まってて、うん、みたいな。うん、で、うん、ゲイの集団に狙われて目つけられて持って。うんうん。た、うん、だちょっとずつちょっとずつ距離が縮まっているときに、あるとき刑務所の屋根、うん を塗り,、ねえー、塗り直せっていうやつで融資集めてやるっていう時に、うんうん、あの俺もやりますと言って参加する時に、えー、まああの鬼教官が、うんえー、税金のことで頭抱えてると。うん、でこの方ば、えー、普段は銀行の副副副頭取ね。うん、かなり偉い、ね。だから相当できる人。うん、だから、えー、こういうやり方でできますよっていうことを言いに行った。うん そのなんかその追い詰められ方もすごくてね屋根の,その落ちるぎりぎりのところにこう追い詰められながら <laughs> いや大丈夫ですやれますって言ってその代わり条件がありますって代わりに、えー、ここにいるみんなにビールをおごってもらえないか冷たいビールをおごってもらえないか。冷たいビール ね、で、ここで、まあ、みんなでビールを、えー、飲んだっていうところは、これがエパートのくだりだとは思いますよ、ね。なるほど,なるほどね、なここで、まあ、打ち解けたというね。えー、はい。<の>は,いはい。これだけでも、一本の映画なんですよ。そうですよ。 1>, <そ>う1時間ぐらいの映画作れちゃう <laughs> ちゃんと筋があって<笑><笑>そうです <laughs> よかったねと<そ>ういう感じになって <そう S 1> しかもこの,その屋根の上のビールのいいシーンのいいところは囚人たちだからビールなんて普段絶対飲めないじゃないですか <うん S 1> まあでもその運び屋がいるから酒買ってるやつも中にはいいんだけどあんなふうに屋外でビール飲むことなんてできない <うん S 1> でみんな嬉しそうにビール飲んでるでその主人公だけそのビールを断るんですよ 酒酒めめたたんんだ。だ。そう、これがねすごい好きでそなぜならやっぱり、うんあのー、今酒を飲む自由が刑務所だとないじゃないですかうん、うん、一時期でも酒を飲む自由を手に入れた、うん、でも酒を飲むけれども断ることも自由だ断ることで自由を体現してるって思ったんですよ僕はこれだからすごいなってまずもう飲めないところだから、はい、断れもしない。 でも断るっていうところの自由さっていうのをすごい感じました。僕は。なるほど。か、はい、読みだね。そんなに深くないと思います <laughs> 深い<よ>。深あ、気づかんかった。そ,そんな、そんな深くない。<laughs> 断る自由によって、自由を手に、自由を飲んでるみたいなことね。<laughs> <laughs> そう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 。いブいい <laughs> リバンと一緒にいしかも、ね。いや、ちょっと待って。そです。彼は銃を飲んでいたっていうことです <laughs>。続けましょう。えー、<laughs> まあでもこの、このシーンがすごい言われてるらしくって、この作品って、まあ、先に言っちゃいますけど、非常にキリスト教的だと。あ<ー>で、まあ、キリストの受難を描いたしゃあの作品なんじゃないかっていうふうに当時から言われてたらしいですね。えー、だから、この、あの、無、ま、実、あの罪で刑務所に入れられたこの方が、えー その受難の日々を送りながらそれを克服しつつ周りの人を救済していく物語なので彼が助かるというより彼に関わった人間が救われていく話なのでそれの一発目があのの屋根のシーンなんですよだこれはワインを分け合ったっていうあのキリストのくだりをかぶるんじゃないかって話はされてますね。割とそういういいに言われてるらしいです はい、そして B パートですね。えー、それでも襲ってくる、えー、囚人たちということですね。うん、で、その中でまあなかなかこうハードな暮らしをしてるんですけど、そこで、えー、本をね、毎回こう、うん、その囚人たちに配ってくれているおじいちゃん、うん、なんつうのあれえっとまあ囚人がいるわけですよ、うん、ね。うん、で、その、えー、おじいちゃん囚人は、まあその模範囚ですよね。うん、で、いい人だし。 えー、その仕事をさせてもらってると、つまり刑務所に居場所があった。うん、でもこの人が、えー、外に出られることになった。それで彼はその、えー、取り乱して仲間をその何てうの仲間の首に刃物を当てて、えー、ここから出たくないと、うん、って言うんですよね。<れ>ここがなかなかすごい話でいいで、うんえー、まあ彼はそれで収まって結局外に出ていくんだけど、うん、結局外の世界で生きられないですよね。うん、で彼はそのまあ 外の世界に馴染めないで、孤独のまんま一人で自殺してしまったっていうくだりが出てくるんですけど、うんうん、まあここがすごい。あの、い,いきなりこんな,なんつうかな。本質をついてくるっていうか、うん、外では生きられない人になっちゃうんだよ。壁の中にいる、うん、で、ここで印象的なセリフが入りますよね。ええ、ここに来た。やつはまず最初にその壁を見て、まず壁を憎むと、うん、そしてそれそして壁になれると、うん、その後壁に頼るようになる。 これものすすごいセリフですよねこれはね進撃の巨人と被りますねだからまあ,あのその「進撃の巨人」で上の方にいた人たちはあのまあ依存していたまさにあの老人,、ね、老人になるというね王族を守っていた憲兵の人たちとかね壁に守られていたそことですね。で、えー、まあそんなこんなで、えー、ただそのリブロビンス諦めないわけですよこの方ね。 で本本が少ないから本を増やして模範集ですから、うん、だんだんちょ、えー、長官なんだっけあの局長とだんだんつながるようになってって,て所長めっちゃ性格悪いんだけどこの所長と、まあ、つながることでだん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 この、えー、やりたいことができるようになってくるんだけど、えー、手紙をね国だっけ 週週間に送り倒す。うん、で、本をもっとくれと、うん、これを延々やめなかったら向こうが値を上げて折れて、うん、で本をいっぱい送ってくれるってことた。それによって図書室っていうのが増設になるこれ結構重要なパートですね。と、うん、いうことであの最初のうちは。 地獄だった刑務所所に自分の力で少しずつ居場所を作っていくそう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 で結局その何かのずっと諦めずに手紙を送り続けたことっていうのが最後のね、うん、ある脱獄の,、うん、その性格の裏,、うん、裏付けにもなったという諦めないそう諦めない、うん、コツコツ続けるというね200ドルもらったらよしじゃあ来週からは 2通送るとかって言ってて言、うんうん、数増やしてやもう手紙はいりませんって言われたのにね面白いことあるよな、うんうん、そして C パートなんですけど、えー、今度はいよいよそのアンディですねテ、えー、ィム・ロビンスのが,が、えー、今度その所長の資産管理をやるという、うん、で、えー、所長がちょっと悪いことしてたと裏金を作っててそれの資金洗浄をやるというような。 まあえー、共に悪いこととをすると、うん、この時にまたあの印象的なことを言いますよねモーガフリーマンに対して、うん、アンディーが言うのが、うん、僕はずっと真面目に外で生きてきた刑務所の中に入って本物の悪になったっていう、うん、あ言ってたんで、ね、と,った言っとったセリフがありますよね。うん、でそしてそこにトミーっていう若者が入ってきて、うん、で今度そいつを教育するっていうターンになってくる。字が読めないから。 つまりそうねだからその無知の知ですよね。無知の涙、うん、つまり教養がなかったせいで、まあ、犯罪を犯して犯、ね、しまったと,いとい彼が悪いんじゃないと、うん、だから彼にものを教えるっていうことで彼を教育していくっていうことになっていく、うん、そしてその同じタイミングで、えー、実は。 自分が無実だってことを証明する証拠が外から入ってくるわけですよね。そうね、トミーが教えてくれたんですよね。そうなんですよ。この間言ってた刑務所だったの時にあいつが言ってたんだけどさ、みたいな。うん。同じシチュエーションだったと自分のね。そうそうそうですね。うん、はい。それでなんと彼が殺されてしまうという,ね,う,うね、所長の命令でトミーが殺されてしまうというこれショッキングなシー・パートですよ。 再捜査を依頼すそんで、うん、まあでも所長としてはもうそのグルでずっとその資金洗浄してるから、うん、だからもう今そのティム・ロビンスを失ったらアンディを失ったらもう、うん、あの自分もやばいから、うん、アンディをなんとかしてこの,あのショーシャンク刑務所にずっといらせるために、うん、その何その、まあ、証拠のきっかけとなった、うんえー、トミーを若者を殺してしまうというね。うん、非常に あー胸くそだったね胸クソだったよだって合格通知来てたんだよねそ<う>高卒のそう奥さんもいるんだよねうん、うん、子供もいる,いるんだよねさらにその上でティム・ロビンスを懲罰房に入れますからねそう二ヶ月もそう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 そして、まそ、あ、その間、彼はね、そあその、なうつうのコツうそと もう一つのことしてましたということですね。うん、その後、まあ,ある日そのいなくなってるわけですよね。アンディがね。うん、で、えー、慌ててまあみんなが探し出すっていうのがディーパートになってきます。だからあれはもうアンディがいなくなったっていうので大騒ぎするところからの、えー、今度フリモンガフリーマンが言うかあのナレーションで何が起こってたっていうことを淡々と見せていくっていうやり方で、そのこの見せ方がとってもいいっすよね。うん、本当に。うん。うん でまあ、実はコツコツと20年かけてあ、えー、穴を掘ってたんだということが分かるという、うん、そして同時にですね、えー、もう一人の人物を作ってたんですね書類上のねそうそれこれがすごい、うんうん、そしてメキシコに逃げる祭壇そして、えー、出所後モーガン・フリーマンが「 ど,どこにも行くとこなかったらここに来いよと言って、うん、メキシコのある場所の地名まで言っていなくなるというね,太平洋ねそして彼,は彼らはそこで再会するという流れになっていくんですけど本当にそこがこうあの見事でい1ブロックずつちゃんと深いドラマがあって最後にこうカタルシスが来るというね。そしてここからですね解説ですね。だから、まあ、さっっき言ってた、えー キリストののの受難っていうものを、うん、その、えー、脱獄劇にしているっていうのが一つと、うん、彼を救ったのは何かって話でしょうねこの作品ってねきっとね。でえっあのね刑務所のリタ・ヘイバースじゃないですか。うん、だか最初の ポススタターーはリヘイワ時代が変わると今度マリリン・モンロー50年代になったんでしょうねその後ラクエル・ウェルチこの恐竜100万年俺小学校の時見てますなえあったんですねこれだから特撮まあそのこれ恐竜が駒通りで撮ってて映るやつなんですけどこのポスターを持ってきてくれっつってますよね模範集だから壁に貼っても怒られないわけですよね えー、ちょっと大きめのポスターの裏側に穴を開けてたんですけど、うん、これが結構象徴してると。何を象徴してるかっていうと、うん、映画なんですけど、うん、この作品の中で、キーワード一つ映画なんですよね。うん、映画を見ているシートが出てくるでしょ。はい、で、あとね、その後直後で映画のフィルムで、 殴るとか、出てくる、で、か、その隠しててくれたのが、あまあ、まあ、まあ、映画なんですけど。なんとかな、偶像、虚構、夢。うんうん、そういったものが、うん、人の心を正気にさせるんだっていうことを言ってる。おお。はいはい、はい。それがへ、あの、貼ってあるがゆえに、うんえ、希望を捨てられ、捨てずに済んだんだって言って。こ,これで、あの、あの、アンディはすごく言い,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 います。こういうセリフ言うんですね。 希望はいいものだ。うん、みんなが絶望でギリギリのところでいる中彼が希望を持ったまんま入れたっていうのは何かっていうとまず一つは映画だっていうことを、えーまあ、中心に添えてこの作品を作ってる<ー>監督が。だから映画好きが映画見に行ってやっぱり映画だよなと思って帰ってくるっていう。 つ <laughs> <laughs> まりね、な何人救われたかった推しに救われたわけだよね。推しだったのかな推しですよね、これね。え <laughs> え、<laughs> そうなのそうでしょうね。そ,うだその当時のトップ女優さんですよね。映画館の。だからその映画の世界のトップ女優さんの、えーえー、ポスターで救われたって話なんですけど、それだけじゃなくてですね、<ー>このアンディ、はいえー、チェス大好き。 そして音楽大好き。はいねうん、本大好き。映画大好き。とにかく文化なんですよね。この人。ね、この人を支えてるのは文化なんですよ。うんうん、で、それを何し、文化に触れられないことによって罪人になったしし、なってしまった人たちと共有するって話。 共有できない人とはうまくいかない。<ー>所長とはうまくいかない。うん、ってなってくるんだけど、まあね、勝手にモーツァルトをね、大音量で流しますよね。うん、そのせいで懲罰棒ぶち込まれるんだけど、関係ない。うん、モーツァルトを流さなければいけないんだ。でで。 みんな、モーツァルとか何だかわかんないんだけど、うんうん、で、あれさ、なんか、えー、オペラなんで、歌ってんだけど、うん、そのオペラのその歌ってる歌詞の内容っていうのは、すげえふざけた内容なんだけど、フィガロの結婚でしょそう,そうそうそう。<ー>なんだけど、あれふざけ聞いてる方は、はい、なんかすごい大事なこと言ってる気がする <laughs> <laughs> って言って、ありがたーく聞いてる。 この辺はだから分かる人にはもうすごい面白いわけだよ。はいはいはい。でもモーツァルトにはそういったふざけた、ふざけたものなんだけど、なん,だなんか知らないけど、救いになる、聖なる何かが入ってるよっていうのを、うんえー、表現してるっていうのあのシーン素晴らしい。<ー>そして本を増やすわけですよね。そう。そしてだから教,教養が入って、それとああの選択肢が増えるっていうことで、うんうん、えーっていうことで、まあ、あとチェ,チェスをや,りやろうよって言って。 チェスゲームですね。うん、この人だからあのチェスっていうことで、うん、あれって戦略のゲームじゃないですかだから長期戦略で自分の位置はここなんで<ー>今どこをどうやって手を打ってったらこの難局面を打開できるかっていうのを理論的に考えてたそれを相手してたのがあのモンガ・フリーマンだったんで、うんえー、外に出て、えー、チェスやろうよ。 って言うじゃないですか外の世界でチェスやろうよということなのでここも結構その性格と、えー、リンクしててとっても良いなというだから一番最初のシーンでチェスの駒を作るっていうとが結構象徴的で駒からですもんねだからパニックにな,なってもしょうがないうん、うん 最初ね誰が泣くんだって賭けがあるじゃないですかうん、うん、で泣いたやつが結局その死んじゃうわけじゃないですかうん、うん、だけど泣かないとりあえずどうするかうん、うん、考える駒を作るゲームを始めるうん、うん、で諦めずに淡々と希望を捨てずにやっていくっていうことで希望はいいものかっていうことなんですよねそれはよなんかあの何度も見ちゃいますようん、うん、でここでモンガフリーマンに言ったセリフでこれもいいですよね「頑張って生きるか頑張って死ぬか」って時間ないんだと。 これしかない人生はこの二択だとしたら頑張って生きようよっていうことを言ってる映画になってるわけですね。そうなんですよねえ。うん本当にシンプルに一番力強いメッセージを込めてる作品だな、うんうん。俺は頑張って死ぬってコメントやめてもらっていいですか頑張って死なないでください。<laughs> はい、そうううでですね、はあ、奥野さんはどういうところが好きでしたか あのーうん、やっぱりあのーうん、壁に依存した老人というか、うん、ブルックスブルックスですねがやっぱりあれは何回見ても切ないですよね、うん、その結局そのたとえ犯罪を犯したとしても、うん、そこが自分の居場所にもうなっちゃったらやっぱそこが自分の人生というかさ、うんうん、だからなんかこのうち刑務所とか関係ないんだなと。うん 本当にそののの自分の居場所っていううをもう本当にでそれはどういうことかというと自分のことを知ってくれてると、うん、かつ自分もそのまあ役に立つものと思ってくれてるというか、うん、だから図書館の管理人っていうのはあの中だと自分はまだ知識があって必要とされてたんだよそう必要とされてる場所っていうところをがまあどこであろうがそこは大事にしなきゃいけんよっていうのと、うん、の本当にこれはだから。 ね、終身刑っていうさアメリカの制の度もあるんだけどなんかああいうの大好きだからな俺その<え>うどうしようもないなっていうのがすごいグッときて、うんうん、でその後の展開はちょっとなんかあの俺の中ではあの、まあ、そうなるだろうなっていう展開だったんで、うん、だからあのおじいちゃんブルックスで俺の中でピークはいつも来てたんですよ。今回まあ見,見返してみると、うん それ、まあ、もちろん知ってるからそうなんですその後半のねその,あの今レイさんがね解説してくれて思ったのは確かにあれポスターだったの女のそうなんですよでそ,こ、まあ、それが似た平和裏,裏に穴を開けてるっていうこのなんかそうねえすごい象徴エロチックなメタバーそうそうエロチックなメタファーそこにさに,こうにじり込んでこうそうそうそう下水を通ってって、うん、つまりこれなんかもう生まれそう,そう生まれ直してね あの清水寺の、あのなん、なんていう、あるじゃか。もう一回生まれで、やん、体内巡り。巡りだっけ?。あんな感じですよね。町にもあるし。うん。だから、なんか、ああ、そうかと。いうので、今気づいて、ちょっと。感動してました。今。いや。ありがとうございます。はい。うん。うん。 そうか、そうですね。うん、あの、どこに行ったんだあいつはってぶち切れてる所長がポスターに向かって石を投げるとポスターに穴が開くんだよよねね、うまい、うん、あとその、えっと、脱出のシーンでさ、うん、そ細い穴掘った穴を通ってさ、うん、下水道のパイプから抜け出すんだけど、うん、その下水道のパイプに穴を開けるシーンの時に、うん、音がするとバレるからはい、はい、わざわざすごい落雷の日を選んで。 雷がガーンって鳴る瞬間を待ってゴーンっていうあれとかもすごいなと思って細かいところをめちゃくちゃちゃんとやってるから信じられるんですよちゃんと撮ってるあの自分のさ所長のさ裏名簿みたいな裏帳簿とか自分の架空のさあれとかもちゃんとその袋に入れて濡れない汚れないように足にさひもをさの紐をくれってさレッドに最後に言うじゃん。用意してあげるんだけど それ、後でね、首くくって死ぬんじゃないかって思われるんだけど、実はそれが。その彼を再生させる。そう、あの、ね、希望。つなぐものだった、うん、っていうふうになってます。だからね。取るけんね、ねこれ。ええ。で、しみちゃんは。どうでした。久しぶりに見て。いや、もう、本当、にあの、ジブリ級に面白かったんですけど。うん。 あの僕がやっぱ一番すごい好きなのがアンディっていうちょっと特殊な人主人公、うん、アンディとがすごい特殊なわけじゃないですか。特殊だったね確かにでその他の人っていうのが、まあ、割と、まあ、普通って言ったら変だけど、まあ、一般的な人というかなんかこの対比がすごいきちんとこう描かれてて同じようなシーンに行くとあのブルックここにありきみたいなのを、えー、とレッドが同じ状況になった時にやっぱりレッドも死にそうになるけど結局アンディがいたからみたいな。うん 感じのああいうシーンの見せ方うまいんですけどあの名言諦めたらそこで試合終了ですよって名言あるじゃないですか。あああるねうん。はいどうしたこれ <laughs> で諦めなかった人が要は仮出所できるわけじゃないですか。そう、ね、で仮出所したのに結局あの外に出て試合終了になってるわけですよブルックとか。お<ー>だからあのそのアンディとその他の人の違いっていうのがその塀の中にいる時に諦めなかったから仮出所できたけど、うん、出た後も 諦めないっていうのが大事っていうのを、アンディがこう、あの体現してるというか。生きることを諦めないってことね。あ、そう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 。それをキープオンするというか。だからそ、そこの辺の見せ方がすごくうまい映画だなと思って、<あ>また感動してました。僕は。ご清聴ありがとうございます。うん。そうね。それは本当にそうだと。うん。すげえ普通に真面目な。う、ね、ちゃんと今日。 ちゃんんとってめさ僕が改めて見て素晴らしい映画だなと思ったんですけど音楽もやっぱり素晴らしいなと思って<ー>音楽、うん、アメリカンビューティーの人と一緒の人でしたああそうなんだ。そうかいいとこで入ってくるんだよねさりげないだからいいな邪魔にならない感じで、うん、とてもいい感じで煽ってくるな、うん、あとはその何だろうこれまあレイさんのお話聞いて、うんうん なんだななんて言いましたっけその今のお話聞いてうわって思ったんですけど、うん、でも基本的にこれってその誰もが見てもあんまり否定する要素がない映画なのに、うん、自,分自分でも自分もこういうところに気付けたっていう発見も与えてくれるんですよこことここが伏線になってこことここが伏線になってこことここが伏線になってっていうのをすげえ丁寧に撮ってるから。 バカでも僕みたいなバカでも分かるようになっていてそれが結構なんか社長の奥さんが刺繍で作ったあ,あれなんかこう言葉があったじゃないですか、うんうん、あれも伏線になってたりだとか所長が聖書を渡して「この中に救いがある」って言ってでその脱獄した後にその聖書 開けたらアンディの言葉で「所長確かに救いはこの中にありました」みたいなの書いてあって何が入ってたかっていうとそのロックハンマーの形にページが切り取られてそこにハンマー隠してたっていうようなところとかなんかもうあとこの人はその諦めなかったっていうところが非常にやっぱすごくて何を諦めなかったんだろうと思ったんですけど、うん、そ人間関係だったり自由っていうのは諦めてないんだなっていうふうに見えて。うん 礼そそさんの言葉で言うと文化ってことになったと思うんですけど何、うん、だろうその本を読むと刑務所の中でも自由を感じるとで刑務所の中でもそのポスターなんて貼れないのにポスター貼ると,ちょっと自由になる自由な心になると、まあ、心次第でどこでもちょっとは自由になれるんだっていうのをあんな過酷な状況で体現し続けてて、うん。 だかからちょっとおかしいんですけどねその。心が折れないっていうのを僕からするとあ,あんなにひどい目に遭ってるのに、うん、それでもそれをやり続けて、うん、なんかあの人出生出生じゃないそのずっと穴掘ってる時にポケットに穴掘った土入れて巻いてたじゃないですかバレないようにグランドに。うん そういうところとかで、それを見たモーガン・フリーマンが、あいつだけ本当に無実なんじゃないかって、あいつだけ塀の外を散歩しているように見えたっていうんですよね。そことか、あ兵の中にいても自由っていうのはあるんだなって思いました。うん、そこがすごい好きでした僕は。あれ、うん、楽しんでたっていうふうに出てくるよね。あそうだっけ。うん、それを、うん。うんうん、だまあ,あ果てしない作業だったんだけど、着実に何かに近づいてるっていう実感があったから、うん、まあそれは。 希望を持てるよね。あ、進んでるっていうことなの。なんか変わらない日常がずっと続いてて、このまま死ぬんだなと絶望なんだけど。ちょっとはこれで変わったんだっていう。それがどんだけさ、些細なことでも。変化。はあるんだ。といこのハンディは。冤罪だって確信はないじゃないですか。自分がやったかもしれない。めちゃくちゃ泥酔してたしね。外から来た。あのボビーだっけ。なんだけ。トニーか。トニー。に。それを教えられて。 あ、冤罪やっぱ俺やってなかったんだって確信持って、うん、それを、うん、まあ結構正当な手続きで所長に再捜査してくれって言ったんだけど、うんまあ、断られ独房に入れられっていうところからもうじゃあ脱獄してやると、うん、でそのつまり脱獄する気はそれまで半々ぐらいだったんだろうなと思ったんですよ。で何に希望を抱いたかっていうとの自由に向かう皇帝に希望を抱くっていう。いやそうだと思よ <で>うん、これだから一番真理だなと思って旅と一緒ですよ。うん、旅行くままで <laughs> <え> <laughs> 旅をあそこ行きたいなって思うのが自由なんなあなたそうですよねいつもね行ったら行ったで不自由な,な行ったらもう寂しくなっちゃうもんねそういう感じですな,な、ね、そうですな何だね、それ何でも自分のフィールドにね引きずり込もうとするこれあれなんですよ奥野さん脱走者ってはい。なーシネマで流行りましたよねああそうらしいですね大脱走とかね、うん で結構悲惨な結末多いんですよ。だからそのそのニューシルマンの時に自由への闘争とか言ってやるんだけど結局破滅ダメなんだっていう映画があたくさんあったんだけど80、エイジラも脱走っちゃ脱走、ね。そうそうそうで80年代のあのなんつうのあのえっとルーカススピルバーグ自体を経て、うんえー、脱走でも大丈夫っていうやつが出てきたんですよねこれね。<ー>なこの時はアメリカがまた一つ自信取り戻した時期なのかなという気もしなくもない。 ちなみにこの後、脱獄モノといえばプリズンブレイクあ、はい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 いや、全然知らないんで、余計なことは言わないようにしますこんなじですかねはい、そうですねただ、これ今から進撃の話するんですけどそうですねちょっとつなげていいですかあ、いいですよショーシャンクの空に行ってその進撃とその 明らかに違う点がやっぱあって、それまあ当たり前なんですけどね。そうだね。ただその自由をテーマにしてるし、壁の向こうへとか、さ、部全部そうなんだけど、あの主語が小さいんですよ。そのただ本当にただ自分のその身に起きた不幸だけを払いのけたいというか、でもその中で。 絆を大事にしつつみたいなさんかそのだからめちゃくちゃ俺これ共感力あるんだなと下からじゃないい世界じゃん。ですよね相手は全く世界だ主語がもうその世界人類とかではないからではないからものすごいこうヒーッとしたところにむちゃむちゃ深いメッセージを込めてるっていう点がなんか何回見てもおお。 って思ったんだなというところで、うん、今日俺が言いたいのはそこら辺なんですじゃあこっからいきましょう、はい、ええー、君は進撃の巨人という物語を知ってるかね <laughs> アフタートーク心臓を捧げよう <laughs> <laughs> ということでね、えー、じゃあここら辺で一旦切り替えなんですけれどもはい、はい、ゲスト登場です、はい、ゲストの登場でございますええー、もう何年ぶりでしょう三四年ぶりでございます 寒かるくそんなフグちゃんですこんにちはお邪魔しますあなの巨人ですあな来たよはいといでちょっと席替えタイムでございますので皆さん少々お待ちくださいコメントで遊んでくださいはい。女性来るだとじゃあ立ちますよ僕もそうですよはいお願いしますはいじゃあ藤井さんこちらの方にはい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  いや、すごい。た確かにすごい経ってるもんね。三年近くかもしれないね。そうです。コロナ前ですよね。世代化ちょっとやらせていただいて。そうですね。はい。ダーリンダーリン。私を連れてってですよ。よ10万人、10万人ですよ。ダーリンダーリンって書いてある。嬉しい。ダーリンダーリンです。はい。はい。ですね。はい。オッケーです。はい。大丈夫ですかはい。お逃げなさいって。バイクはまだ乗ってる。あ、乗ってます。 はい、OK、です。おいー改めまして、えー、ご紹介いたしましょうもうね柳澤さん主題歌でもね何度もエントリーしていただいたり主題歌にも実際なりました、うんえー、今だからどういう肩書きでやってらっしゃるんですかね「うん、サブカルクソ女フグさん」って勝手に勝手にじゃないけどその呼んでるんですけども。はい シャブカルクソーナってていいう方がってますないねそれね <laughs> でもバイクのね、はい、もう界隈ではもうアイドル的な感じになってバイクに乗って旅したり、うん、音楽活動したり、うん、そんな感じですね、うん、<laughs> まあ主題の選手権がね <laughs> あってね、うん、そこでみんな 知ってもらってると思いますまあ、屋さんはそっち側からですもんねはい、あとディスカバリーで結構使わせてもらってますおー、フグちゃんの曲をなんで今日フグちゃんを呼んだかっていうとですねまあ、この後後半にそれぞれがねどういうふうな壁があって、その乗り越えてきたかっていうそんなしょうもない話をしようかなと思ってるんですけどそれも含めてそしてフグちゃんはね、見てますからね、進撃見てます本誌で読んでた 読んでないですアニメでとアニメでですちょっと、誰が誰だかちょっと分からなくなっちゃうんですよそれは分かるこれは誰だっこれああアニメで見ろってなって声でね、違うものは分かるねはいはいはいえー、こっからはじゃあアレジさんはい何からいきますかアフタートークからはい、え MVP の話いきます MVP からいっちゃいますど、どっちでもこれ長くなりますけどねはいいっちゃいましょうかあの、あでもね あ,あ、まあそう、そうだね。全体的にどっちがいいですか？えー、おく野さん結構言いたいことあるあるじゃないですか。まあ十、ね、三年問題からいきます？あ、それ聞きたい。うん、それ無料でやっちゃうんですか？やっちゃいないよ。<laughs> ダメなの？ダメですか？え、別にダメ。ダメってわけじゃない。本当のあと十五分じゃ収まらない。収まらな,ないですか。じゃあ僕がじゃあちょっとこのえー、っとねちょっと。 これをどうしても言いたかったっていうのじゃあ先に言わせてそれを言いましょうそれはそれだ <laughs> どういうことやね俺の話とかどうでもいいんでしょ。<laughs> どうでもよかないよ。いや、なんかね、うん、この無垢の巨人について、うん、もっともっと喋りたかったんですよね。うん、で、この、あのー、愛されたくて悪魔になるっていうこの辛さ。うん、これ、もうまんま日本人の辛さだよなっていうことっていうか、あの、出てくるキャラクターがみんな愛されたかった、褒められたかった、 っていうキャラクターばかりじゃないですか。無垢の巨人ばかりじゃなくてですね。<う>無垢の巨人はまあ、えー、注射打たれてああいうことになるわけなんですけど、うん、あのー、まあライナーにしろな何人もの人がそうなんですけど、動機がね、うん、愛されたかった認められたかったっていうのがや,やっぱ強烈だったなっていう。うん、それによって、えー、巨人にされてるっていう。だからまあでかくならないと褒められないっていうか、かまあ福ちゃんもね、あ,<ー>あのー、なんつうの動画再生回数とか。 やっぱりとかすするじゃないですか、ねあの。やっぱりなんか日本って完全にそういう国になっちゃって大きくなければいけない結果はでかくなければいけないっていうようなものってそれによって、まあえーまあ、認められるかどうかっていうことっていう、ね、しょうがないですよね。うん、日本人ってだけじゃなくてっていう。うん、う マーレにいるエルディア人はさらに悲惨では,いはい、はい、だから、ま、周りはだからです自分は生い立ちが違うから認められるためには余計に努力しなきゃいけないっていうことでさらに重いんだよねそれがあの子供たちに乗っかってるっていうかうライナーたちに乗っかってるっていうのがなかなかその重かったっていうことなんですけど。でね、まあ、これ これだけはちょっと無料で言いたかったんですけどエレンって何者なのかって話なんですけど<う>、はい、エレンって一体何なのかっていう。はい、であれって、えー、前回あの放送の後に言いましたけどアフタートークでアフタートートクで結構言りれましたね。思春期の妖精エレンっていうものの中にいるものもしくはエレンをって何者なのかっていうとヒロイズムの化身だと思うんですよね。うんうん だから、ヒーローになりたい男の子っていうのをキャラクターにしたらそのまんまエレンになるというね。うん、で、えー、誰かのために戦いたいし、誰かのために死にたいって言って死に場所を探しているっていう、うん、これって思春期の時にありますよね、一回。 だ自分が生きる意味みたいなものを丸ごと肯定してくれるのが誰か自己犠牲なんですよね。自己犠牲なんですよね男は死にたいんですよね。男は死にたいよ男は死にたいよ男は死にたいですよそうなんだ。誰かのために誰かのうバカだから心臓をさげたいもんなんですよ。 そうなんですよね。先駆け男塾なんですよ。<laughs> 先駆け男塾<さ> <laughs> 男食べ物を痩せ我慢せねばならんのですよ。それをこの人が一人で体現してるというね。ここがね、突出して面白いと思う。うんうん、その男の中にあるヒロイズムみたいなのを全部こいつに乗っけてしまっている。うんうん、で、あとは意外と現実主義者。ロマンチシズムだったりとかもあるんだけど、だったなっていうことと、あと、そんな俺、かっこいい。 だから、誰かを救うために命かけてる。俺かっこいいっていうところに酔いたいんだけど、うん、本音を言うと止めてほしい。うん、で、えー、ミカサイを止めてくれってなるといはいはいはい。っていうのがむちゃくちゃ面白い。で、これ全部の構造がもう本当に童貞モンスターですよ。<laughs> だから、ね、エレンって何かしら童貞モンスター、世界を、うん、踏み潰す。っていうのが、進撃の巨人の えななんじゃいですかさんいやまさにそうですよねそのもうなんか思春期こじらせ系の作品としてはもうてっぺんでしたよねそう、そこまでやるかっていうぐらい最後の最後のその、ネタばらしじゃないけどさ子供のアルミンとさ瓦かなんかかう、海かなで、なんか語る時とかもさなんかすっごいこうんていうのチャイルド ちリトルエレンみたいなのがさ、なんかミカサには幸せになってほしいみたいな、でも忘れないでほしいみたいなさ、安堵だりをなんかああってこうあってなりました俺も。え、フグちゃんそこまで見てないですよね。まだ、あ、そこまで,で。まアニメでやってないです、ね。ああ、そっかそっか。そうそうそうなんですよ、ね。ネタバレしちゃうかも。ネタバレしちゃいます。しょうがないね。しょうがない、ね。申し,ない申し訳ない。申し訳ない。申し訳ない。ええ、フグちゃんエレンどう思ってました？どんどん悪魔になっていくじゃないですか。 まあでもやっぱそのお母さんを殺されたというところからスタートしてるからなんかその初めから全部やられた方側からやる側になるっていう過程を長々と見せられてるからどっちの気持ちも分かってなんかもうやられたって感じで、うんうんうん、まああれ側もうね分かるしただ面倒くさい男だなとは思ってみたいにエレンを 守り続けられないですね。もう途中であもうこいつだるいってなります。なるよね。付き合いきれないですよね。でもまあこれをだからなんじゃの思いっきり可視化するとあなりますよっていうのを見せたっていうのはちょっとまあすごかったですよね。世界を潰してもいいというっていうことでしたね。はい。そこなんだよな。はい。うん。 うん、こいや俺だからねこれはなんだろう一番なのかなっていうのとあとねもう一つここですね「えー、とね父殺し」っていうテーマがあって、うん、この作品完全に「お父さん殺しに行ってますよね」の話ですね、うん、だ呪われた父親っていう話、うん、そ,それに育てられたこ、まあ、2人の二人の兄弟の話になるんで、うん、まあなんつうのシェイクスピアっぽいっていうかね「ケインとアベル」とかねあ<ー>あ「カインかあれは」うん、とか、まあああいうやつですよね。 それぞれの。ギリシャ悲劇っぽい。ギリシャ悲劇っぽいね。そこでまあ、定番の父殺しなんだけど。うん、この作品で面白いのは。父の記憶を見てしまうとこだよね。うん、これは割と素材としてすごい面白いなと思う。だから、お父さんのことがわからないって言って、対立するんだけど。うんうん、あのスターウォーズなんかも父殺しの話だし。お父さんわからないっていうのがわかるようなところまでいくんだけど。うん、あれ、この作品。進撃の巨人では分かっちゃうっていうかね。うん,うん。あ、そう。 一緒になってしまう合体してしまうことによって父が何をしたのかっていうのを全部分かってしまってそれで父になってしまうんだよねエレンが、うん、そこがすごく面白くてそこでそれまでのエレンがいなくなってしまう、うん、お父さんお父さんと同じものになってしまうっていう、ねうん、でそれがベル,テルベルトルドとはあのアルミンが一緒になることによって同じことが起こっていくっていうのもちょっと面白くて<ー>、うん、っていうことですね。はは、うん、はいはい、はい、うん、なるほどねううん、うん、うん なんかね、そのこの「父殺し」というテーマもそうだし中二的なさあれもそうなんだけどなんか俺これで終わったと思ってるんですよ進撃で中二を中二的な中二的なもののんかその極点がもういっちゃったそれはどこから始まったのかなと思った時に。 先週のデデビビルルママンンだだととかって言ってて言た思ああいうんじゃなくてもっとその思春説的な意味で言うとおそらくやっぱガンダムなんですよ、うん、アムロだったんですよね。うん、でアムロがいてでシンジが生まれるじゃないですか。<laughs> はいはい、とかなんかそういう系緯の中で、うんうん、なんかついに終わらせたなとうその全部同じテーマ抱えてるんですよ。うん、でまあアムロだけはめちゃくちゃそのすれちゃったというか、うん、なんか。 あいつは一番かっこよくなっちゃうんだけど、じゃあのエレンはシャアかみたいな話あったじゃないですか。まあ確かにシャア的なさアクシズを落とすみたいなことなんですよジララシって。これ成功したバージョンみたいな。なんだけど俺実はちょっと違う見方してましたエレンは神業なんですよ。シンジがアンノだったんですよ。シンジは大人になれなかったんですよ結局。神経場でもまああのもうやんシンジじゃなくなっちゃった。アンノさんに戻っちゃった。 で、地元の駅で降りったからもう東京行かないと大阪も行かないみたいな戻った昔の女と一緒にね同期伏せそと。っていうエンドだとしてだからそのジ司君が中ぐらになってこれがだからアムロだとしてまあ安野さんになってロンドベルに就職みたいなことになるんですけど良いとしてそのカミーユがその多分その。 その世代のな、まあ、7つ七年後に出てくるみたいな意味でね、うん、あのなんかーユ的なあの悲劇のラスト「ジェーター・ガンダムの」の、うん、あれを、うん、そのもっと個人的な、うん、何かでそのフォーだとかロザミアだとかっていうものあじゃなくってもうミカサっていうその幼なじみと添い遂げるための話を貫くっていうなんかその。 全部こうまとめちゃったっていうたいてこますかいまいち分かんないですけどだから進撃がガンダムもエヴァものそのなんかその前にあった神話をものすごいパワーでミュってまとめてこういうそのボーイの,その思春期ものみたいなのがここで終わったんじゃないかなとこの後ないでしょ今やってるものでってことそれでなんか いいまちその後、とこんな中二的な何かっていうのあったかなと思ってであそうかともう今中二がジャンルになっちゃってそれによってレイさんのせいでもちょっとあるかもしれないけどだからもうこれ旧時代の概念なんですよ。中二っていう概念そう進撃で終わったんですよ中二の季節がうん へえ。だから今の子は中二じゃないんですよ。うん。なですか。何ですか。今の子は。何ですかじゃあ。いや聞くなよ。お前に聞いてんだよ。いやわかんない。そうそうだからわかんないんだけどもう今多分こんな物語流行らないと思う。ほう。だから主人公がいたどりとか不死黒とかになるんですよ。ああはいはい。だからそのまあ Z 世代って簡単に言えちゃうけどその。 ああいうなんかもう世界と俺みたいな好きな方のためにとかんかそういう感覚で生きてないっていうかまあしょうがないよねみたいな問題があるなら解決するしみたいな無理ならもう諦めみたいな感じちゃんとちょっとフグちゃんに伝わってるかどうかフグちゃん伝わってるよね の終わりをまとめちゃったのが進撃でその後は本当に何かそういうアイコンとしてはもう出てこないなといまあなんかそれどころじゃなくなったんでしょそれなんですよ。うん。うん、現実が地獄になっちゃったから<ー>生き残るためにどうしたらいいかってむしろアンディになるしかないんじゃないですかもう生き残るためには。だパニックってると生き残れないっていう感じになってるのかもしれないですね。半分ぐらいの人には伝わったかな あでもだから言ってることはだからその中二時代が終わったっていうのはわかりますよだから炭治郎みたいにまっすぐで生きることになるってことでしょういやいやでもむしろ炭治郎は中二じゃないから炭治郎ってあんな男の子になりたいと思う男の子いるわけないでしょわかんないなんそあれは女性が作ったヒーローアイコンなんですよああなるほど えそうじゃないあれはあれ身体性であんなふうになりたいって思う炭治郎みたい,ない俺らの世代だとないかもしれないけど今そういう人たちが多いからああいうヒーローが生まれてきてるんじゃないのかなっていや男がかっこいいと思うものってううあんなにしゃべるキャラじゃないのでそういう意味で中二の終わりって言ったのかなと思ってちょっと面白いなと思ったんだけど、まあ、炭治郎はどっちかというとういもう小6よ <laughs> <laughs> 頑張んなきゃみたいな。<laughs> 小六の学級委員長なるな。なんか、その勢いに。やんなきゃみたいな勢いに。飲まれてますけど、僕は。<laughs> あの。単純恋しないしさ。さ自信持って喋ったら、何でもいいすか。かいつもしてないよ、彼。はい。<laughs> 言ってることわかる気はしますけどね。うん、だから、そういうとこよ。<laughs> 先生、お願いします。学級委員長ですよね。ねえ、だって <laughs>。<laughs> まあでも分かりますよそれはうんんかその平成っていうモラトリアムのね30年間っていうのがいかに贅沢だったのかっていうのはねそこ,にそこで生まれた中にっていうの,あのノリだったんじゃないかなとは思いますよそうそうだから自分の自己意識みたいなのがどんどん肥大化してって世界と自分は対等であるっていう錯覚に陥るという感覚違います,かそ,うですそうですよね。<laughs> 何も思みんなだからそんな錯覚で生きてたんじゃないですかねこの、うん、30年間そう、うん、だからこれの夢をエレンがぶち壊してっていうのがすごく痛快でしたね、うん、でもだから炭治郎はむしろアンディでショーシャンクのだからどう,にかどうにかしなきゃいけない妹抱えて山から降りて、うん、っていうねあとはもう具体的にやることやるしかないわけじゃんでもなんかずるいとこないじゃない炭治郎って。 俺別に炭治郎のこと嫌いでも好きでもないけどなんで今日炭治郎叩くの話してたのかごめんごめん俺はちょっと脱臭だからそのいわゆるあのねヒーローアイコンっていうかさあれがだからあの少年漫画としての枠としては炭治郎ってやっぱ浮いてるんですよその悪をその悪悪がないっていうかいやつかあれは 思いの竹を読者の代わりに全部喋る人でしょ。そうそうそう。だ本当は泣きたかったんだよ。なんでこんなことになったんだって長尺で喋るっていうのは、まあ読んでる人の気持ちを代弁するわけで、それはなんだの母性的な感覚で作者がやらせてるってことですよね。ああまあそうです。うんうんうん。だから新劇はだからそれと真逆なんで。真逆でしたね。突き放したお父さんですね。不正の物語として終わったってことですね。うんすごいこんなまとまりのない感じで今8時過ぎましたよ。 でも今日はアフタートークなんでちょっとすいませんここのところをねがっつりやりすぎてたんでちょっとたまには緩いのをやりたいなと思ってねだからやっぱやっだことやりましたけどデンジとかいたドリとかあの辺のね伏黒伏黒かどっちかっていうとデンジって言ったらああチェーンソーマンああチェーンソーマンなんかそういう系になるんだろうなと彼らは中2じゃ全くないっていうサバイバルしてるもん え、だってパンにジャム塗りたいだけだからね、電池って。うん、ジャム塗ったパン食いたいっていうの夢だもんな。ショーシャンクだよ、だから、本当に。そう、みんな韓国にいるんだって、みんな。韓国からどうやって、うん、そう、だけど、超えたい。中国。思わないんですよ。あ、そうそう、壁、関係ない、です壁の中で起こってることだけで、手一杯で。外の世界に憧れる余裕ないっていうかさ。それよりも、ジャム塗って食べたいっていうさ。うん、ところまで追い込まれましたよ、この国は。はい。ね。 は中確かに。でももう古いじゃんあの方ってね東堂はだからわざとでしょ。ああいう昔っぽいの出したんじゃないかなと思いますけどそういうだからそういうまあもうミクスチャーにもなってるけどまあもう通用しないでしょうだからでかくなれっていうメッセージ巨人になってましたけど今日巨人にならなきゃいけないっていう呪いは ももうううぼぼちぼち解けけててるっていうかいかやた、ね、でもだからジジイたちがまだその呪いにかかってるから面倒くさいことになってるよねだからそれ進撃読んでないジジイでしょ <laughs> じゃあ内部留保とかする人に進撃読ませます <laughs> これはな、ね、何<部>が読んだらこれはもう絶対僕らいの無 <laughs> またでかい話なだよ <laughs> 内部留保をため込むっていうのって巨人化するのってイコールじゃんで,、ね、でもそれは幸せではない幸せとは直結しない問題じゃないだからやっぱりここは一体 一つ単純にシフトして現実を解ね解決する方向に行かなきゃいけないんじゃないっていうでしょうね。はいはいはいということでこのままやります。はいにい行くんですけれども来週の皆さん何するんだっけ？何も決めてない。決めてないですね。決めてないんだ。はい。あれめっちゃ決めたじゃん前。うん。なんだっけ？あれ何するっけ？はい。まちょっと後々やります。忘れた。超忘れた。決めてない。と決めた決めた。うん。まあいいや。うん。 ただ、新ウルトラマンはやりますので、ちょっとお待ちください新ウルトラマンは6月の4日の土曜日になりますはい。スペシャルゲストをお招きして、ちょっとヤンさんならではのね感じですよねううん。も普通の解説じゃなくなるとは思います、その方のせいでお楽しみにしてください、よろしくお願いしますそれでは、後半にあ、何かありますか YouTube やってるのでよかったら見てくださーい。見てください。はい。あ,あと俺あれだ。あの奥野さん。あの展示？展示が月曜までなんで、えー、えーえー、とターナギャラリーでの、えー、展示。最終日は僕も行きますのでぜひ来てくださいっていうことと、ええー、ブースでえー、えー、を売っておりますのでよろしくお願いします。ちょっとフグちゃん。うん なんめちゃくちゃ久しぶりなんで、うん、どうどういうやってるんですかあ私は、うん、こう今家がないんですけど家を捨てるっていう <laughs> 家という壁を超えて今日ここに来たんですけどまず断捨離したんですよバイクに詰める荷物だけを手元に残して断捨離して家を捨てて、うん、旅をしながら YouTube をして。 あの、寒い時は沖縄暑い時は北海道そんな人生を生きて憧れの暮らしをされてますいや俺そういうのにはあんまりこの話ちょっとじゃあ後半でえまマジの話やりましょうそれでは後半に行きますの 作画ののの話がしたいんだけど進撃の巨人のとにかくクラシック全てのキャラクターにトーンが張ってある俺は「進撃の巨人で」で自分対世界で悩むっていうのを徹底的にやるっていうのがすごい大事なような気がするそれを否定するのが怖い、えっと、否定するのは怖いっていうか否定しない方がいいと思うのその俺イコール世界のことあれをやっちゃダメなんですよだからええみたいなことになるんですよいやなっていいんじゃん